じいちゃん。たまには一緒に寝ていい？おいで。で、どうして私の方にくっついてくんのよ、二人とも。だって、かな姉ちゃんが一番あったかいもん。だよね。ほらほら、やっぱりかなちゃんが先に入って、お布団温めて。私のせいじゃないっしょ。どうしたの、しーちゃん。ロッカーぶつけた。姉ちゃん、ごめん。ずっと、このままなら、うん、いいのに。しーちゃんはさ、姉ちゃんたちの妹なんだから、我慢しないで、もっとはっきりわがまま言いなって。別にそんなのでしーちゃんへの気持ちは変わんないから。今の距離はどうしようもないけど、できることは何でもしてあげるから。もっと、姉ちゃんたちの声が聞きたい。じゃあ、週一で電話するから。私が忘れても、ゆきちゃんがするよ。かなちゃん、そこはそう。ああ、はいはい。スルスルします。あと、かな姉ちゃんにもらった絵、一人だと嫌だから、姉ちゃんたちも出してほしい。じゃあ、しーちゃんは、ちゃんと学校行きなね。で、高校行って、大学行って、それからだって、一緒にいられるから。かな姉ちゃん、しーちゃんは大事な大事な妹なんだから。き姉ちゃん。寒いし、めんどくさいけど、頑張る。何そのいきなりのダメっぽそうな言い回し。てか、もしかして寒いのやってマジだったの？ねえねえ、しーちゃん、しーちゃん、しーちゃんってば。